私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって、畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。冬夜は星になってあなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風に千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。千の風に千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、こんばんは。今夜もね、千の風になって歌いました。2016年5月の11日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に話してます。はい、こんばんは。なんとか0時前にね、できたね。よかったよかった。はい、こんばんは。はい。はい、どうかな。はい。ね。さて、今日も行こうか。大丈夫ね。録画されてるね。はい。さて、今日もアルコールバーナー行きましょうか。アルコールバーナー。アルコールバーナー。今日もアルコールバーナー取らんから。今夜もトランジャーやろうかな。意味ないね、これね、取ってね。外した方がいいんだ、ここね。そっち入れとくのもいいや。ねえ、もう。ここになんかちょっと入れとこうね、危ないからね。よし、じゃあ、しっかり。これで今日も鉄板焼き行こうかな。はい。ちょっと待ってくんね。おお、今日は炎がでかい。今日は炎がでかい。炎なる幸せ。アルコールバーナーね。うん、あ、きついた。うん。じゃあ今日の、持ってこようか。炒めたい。これでね、やろうね。ちょっとね、どうでもいい。ちょっと止まってた。
今日はね、これ冷やし、今日も冷やしトマト。昨日は丸ごとだったんでね、ちょっと汁こぼれちゃったんで、切ってね、適当に切って、冷やしトマト。ね。今日冷やしトマトね。ね。と、マヨネーズ買ってきた。トップバリューの、ね。これかけようと思います。これ200円しないんだね、安いね、これね。税込みでね。今日は冷やしトマトのマヨネーズかけて今夜はこんなもんでいいかな。うんね、今日じゃあ今日飲み物持ってこうかな。今日は飲み物持ってこようね。うつってから、うん、今日の発泡酒、昨日買った飲んだこの銀色の発泡酒行こうか。銀色の発泡酒、あ、もう、あ、そうだ、その前にこうやって今日はね、これフライパンでこれ炒める。これをトップバリューのね、特級ポークアラビキウインナー、これをね炒めよう。油引かないでみんな。これでおしまいしよう。これだけで。3、6本って、はぁ、6本で200円弱か。まずいいね、これね。こんぐらいの6本入って200円弱。さあ、ウィンナーと冷やしトマト。で、同じ発泡酒。トマトまずいこうか。で、マヨネーズつけて。うん、あ、ウィンナーいい感じ。じゃあ飲もうか。まず一杯目、発泡酒ね。お手頃発泡酒、韓国産ね。はい、乾杯。いい感じだ。ああ、冷たいとうまいね。あ、もう余熱で良さそうだじゃん。もう火止めようか。あともう余熱でいい感じなんで。そして、もう火消し閉めたで、今日はこれの島。ウィンナーなんで火通る心配ない。もう温めればいいから、これ。はい、じゃあこれトップバリューのトップウインナー、トップバリューのトップウインナー、このフライパンでいたら、ああいい感じでしょ。これとじゃあ冷やしトマト、こんな感じで持ってくる。ラップをして、ああウインナーいい感じだ。いいね、ウインナー。一本目いこうか。うん、おお、うまあ、うまいじゃないか。で、冷やしトマトいこうか。今日マヨネーズがちょっと包丁ですしね。うん、今トマト熱いみたいね、今ね。
直接ね。この間、5月天気良かったからかな。それもあんだろうな、5月の天候が。でも今のままだって、ハウスかな、どっちかな、どうだろうね。じゃあ2本目持ってこう、2本目。あー、疲れた。2本目持ってきましょうか。これ結構うまいね。126g でこれか。126g。これでいいか。明日は鶏皮食べるから、明日食べちゃおうか。明日鶏皮、何も買い物しないでやって。鶏皮と玉ねぎの間にやつ。まあ、冷蔵庫でこの日だった。じゃあ、2本目。あ、うまいよね。こんにちは。今日も発泡酒飲んでます。今日はね、冷やしトマトをね、包丁で切ってね、マヨネーズかけて。と、これウインナー。ウインナーを炒めて。発泡酒。はい、乾杯。一人で乾杯。2本目ね。これ2本目だからね。ああ、やばい。で、ウィンナー飛びながら。うん、うまい。おお。いいね。これね。またキャンプ週前、今週末も土曜仕事だからさ。日帰りでどっか行こうね。あ、今週末のはね、焚き火じゃない。あれやるよ。まず木炭で久々やるってみよう。この間もらった新島でさ、他のお客さんになんか帰る人が残ったのもらったからさ、あれ使うよ。木炭ね。焚き火に夢中になってから、ほんと、自分で買った備長炭も随分かなるべく使おうね。あ、夏場はね、木炭使ってもいいかもしれないね。夏場はやっぱりね、そうしようよ。まだ次、前買ったのもあるしね。焚き火に夢中になってからさ、結構全然備長炭手で作ってないんだ。あれ、大型備長炭ね。まあ、腐るもんじゃないけどさ、場所取るからね。そうだね。なるべく、あ、キャンプ以外はそうしようか。キャンプ以外はオガビンってビンチョウタンとかで木炭でやってもいいかもしれないね。やっぱキャンプはやっぱ炎楽しみたいもんな。炎いいよね、炎。うまいね、ウィンナーね。手頃でいい。これで200円だもんな。6本入って税込み200円に足らずで、うん、まあ、シャーベーセンとかってあれで2個セットか。安いと言うでもあれは、ね、やっぱ高いね。やっぱ大手なの。やっぱトップバリューは手頃でいいな、うん、これであれで 130g ほどで200円足らず数えいいよね。なんか2つ買ったって400円。まあ普通そうだよね。メーカーも今出しながら、ほんとそうだね。一番いいトップバリューのこのウインナーね。パリパリ感とかさ、塩味ちょうどいいよ。これね、ねおろ感考えたらね、いつでも買えるしね。嬉しいん。ダイエーがあれダメだったおかげでさ、トップバリューが浮き巻き屋でも買えるなってよかったよ、ほんとね。駅前の政府があった。あ、政府はさ、大英の連結子会社だからさ、ね、一緒にダメで変わったわけよ。うん。連結子会社はそういうことだからさ、あれね。
だから連結子会社っていうのはさ、その子会社が、いい時にはその儲けも全部親会社も受けるし、ダメな時は一緒にダメ、そういうことだからね。だからダイヤ本体はダメだったんで、あれ政府も一緒に買ったわけよね。でもよかった。手頃でいいもんな、あれ。みんな嫌う人いいけどさ、あれ。トップバリューっては。僕はそうは思わない、別に、あれ。どう見し一面見ても変わらないと思うよ。本当、僕はそう思う。いろいろネットを見るとさ、トップバリューをさ、いい、よく言わないし、僕は別にまずいとは思わない。まあ、そういうせい、まあ、口家がやっぱり貧乏でわかんないのかもしれないけどさ、僕はそうだ、別にまずいとは思いませんね。喜んで買ってます。もう嬉しいよね。3キロ目のところにはさ、マイバスケットもあるしさ、嬉しいね、ほんとね。じゃあもう一杯、ウインナーうまいよな、ほんと。生きてるだけで幸せだよ、本当僕は。そう思う。生きてるだけで幸せ。僕は本当そう思うよ。昨日ずっと前から僕は言ってるけどさ、これ大事よ。それ分かんなくてまだいろんな勉強不足、なんだ、未熟なのかもしれないかなって僕は思う。それ分かんない人って。まあそれはしょうがないよね。生きていくうちにそれは分かると思うんだ。生きてるだけで幸せなんだって。そういう簡単に言っちゃえばさ、生きてないじゃない。生きてるから何でもできるんだもんね。生きてるから何でもできるんだ、ほんとね。だから生きてるだけで幸せ、そういうことよ。お金を得ることだってさ、生きてるからできるんだもんね。そうでしょ。お金があって楽しむなら生きてなきゃどうしようもないもんね。だから生きてるだけで幸せ。生きてれば何だって可能性はあるんだよ。ね。死んじゃったら何もないんだよ。ね。だから僕は生きてるだけで幸せ。ね。そう思ってる。生きてるだけで幸せ。そうよ。それで人はそれぞれお互い様よ。誰かが勝ったら誰かが負ける人はそれはしょうがないんだ、本当。よくやってるでしょ、俺。ね、どんな株でも何でもそうだよ。勝ったもんがいるから。当然負けるのはいいんだから、それはしょうがないよ。お互い様だからさ。ね、だから負けたからそれだけ悔しがっちゃいけないよ。ね。どんなことでも負けたってしょうがないよ。ね、負けるのがいるから勝つのがいるんだからさ。ね。そういう考えよ。勝つのがいればどうせどっかに負けた人がいる。負けたらさ、どっか勝った人がいる。それはそういうもんだから、本当。全部が勝つ、全部が負ける、そんなわけないんだもんね。誰かが勝ったら誰かが負けるんだから、本当。ね。そう考えてほしい、勝ち負けのもんだ。勝負の世界って。ね。誰かが勝つから誰かが負けるんだよ、本当。誰かが負けるから誰かが勝つ。そんだけのもお互い様よ、これもね。そう思えばさ、オリンピックでも何でも楽しく見れると思うよ。お互い様の精神で見れば。人はそれぞれお互い様。ね。そうよ。みんなそうよ。みんな回ってるわけ。順位を決めるのもお互い様だからだよ。オリンピックでも。何でもそうよ。ね。相撲でもさ、横綱、大関って順位を決めるのお互い様なわけ、みんな。だから、ああやって決めるわけよ。みんなお互い様だから。人はそれぞれお互い様、例外はないわけ。ね、これが大事。それを持ってればね、まあそれはな、生きてくればみんな分かってると思うんだけどね、一応あえて僕は言っとく。あえて言っとく、僕は。さて、冷やしトマト。トマトいいね、本当安いよ、これも100円ちょっとだった、1個。で、ちょっと買ってきた。まあや。やっぱ冷やしトマトにマヨネーズ合うよな。
ウインナー行こうか。ウインナーうまい。じゃあ続けたまぎ。じゃあ最後のウインナー。これトップバリューのやつね。はい、おいしくいただきました。さあ、というのことで、じゃあ最後の発泡酒飲もうかな。最後の発泡酒、もうこれ今日は韓国産のはこれでおしまい。で、3本目持ってくるで。3本目今日最後。今日買ってきたやつだ。トップバリュー、トップバリューのバーリーがある。これも安いんだよ。税込みで100円しないから俺。トップバリューのバーリーがある。これね、税込みでも98円、安いな本当。これ行こうか。トップバリューは本当安くていいよ、本当にね。最後の発泡酒。今日買ってきたんでね。やっぱ発泡酒3本ぐらい、3号缶だと3本がちょうどいいな。ね。おお、いい感じだ。じゃあ今日最後、乾杯。冷やしトマト。でもこの間ゴールデンウィークの頃天気良かったからさ、それで今トマト安いのかもしれないな。冷やしトマトのマヨネーズだけです。おいしくいただきました。じゃあこれでおしまい。この辺りで今日も本当これだから僕お金と遠くにたまるんだろうな。今日もこれでトマト100円たまるんだ。あれもね、こんなもんだからやっぱ外食しないとお金使わないな。本当お金使うとね、そうよ本当当たり前だけどね、外食が高いもんな。しょうがないよな、外食だとそのお店の人件費とかさ、こんなちも考えればね、スーパーで買うからやっぱその分安い。僕にとって外食はさ、外のお店じゃないからね。外で食うのが、だからアウトドアで食うのが外食なんで、僕はだから安い。僕の場合は普通の人の外食はさ、外のどっか飲食店だけど、僕の場合は外、まさに外で食うのが外食ね。スーパーなんかでさ、飲み物とか食い物買って、それを公園とかさ、それの便器で座って飲み食いするのが外食なんで。僕はそういう人間。僕、勝彦さんの外食は安いわけよ。お店に入ったらやっぱりね、光熱費とか人件費の分考えとかで、ね、そこそこするもんな。外食。外で食うのが僕の場合は、外、まさに外を名刺ね、名刺。
普通の外食はさ、外っていうのは形容詞じゃない、外のお店ってことで形容詞ってことだから、僕の場合名詞としている外。本当に自分の住んでるアパート、この部屋以外の外で食うのが外食。そう思えばそう。でもいいよね、外食が安くてさ。価値の使えるところでさ、ストーブとかでさ、焚き火やってさ、そこで煮炊きしてさ、それで野菜でいいよ。お店入ったら大変だよ、ほんと。とか、普通やってらんないよ、ほんと。いいかげんな。発泡酒3本だからな、今日3本飲んでんだよね。結構ゲップ出る。はーい。はあ。今日もまだ元気よ。こんな元気で、どうもね。はい。はい、おいしくいただきました。今日はこの辺で終わりますね。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた。